皆さんこんばんは、デザインアトリエかけだのカズです。本日も YouTube 配信のご視聴本当にありがとうございます。今日はですね、サムネイルの方にもね、記載させていただきましたが、インクルージョンにね、スポットを当てた配信をやってみようかなと思います。ぜひね、この宝石の美しい、内包物、今日はね楽しんでいってください。そしてですね、今日は、もちろんインクルージョンにスポットを当てるんですが、それ以外にもですね、たくさんの、様々な宝石登場してくれますので、ぜひねそちらも楽しんでいってください。アイテムなんかもね登場しますので、ぜひね、このアイテムを注目してみてください。はい、そしてね、今日も、宝石プレゼント企画やっていきますが、今回はですね、クイズやりたいと思います。はい、クイズに答えていただいて、そのクイズの答えを、応募していただくっていうような形でやっていこうかなと思います。なのでまたねちょっと後ほど、これは、ご紹介させていただきますが、配信の最後にですねクイズをやらせていただきますので、そのクイズにね答えていただいてご応募という形にさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、今日は、たくさんの宝石ご紹介させていただきますが、すべての宝石、ご購入可能な宝石となっております。ご購入方法につきましては、この動画の概要欄の方にですね、ご購入方法の記載をさせていただいておりますので、そちらご確認いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですね1番から、18番までのね、宝石ご紹介をさせていただきます。インクルージョンにスポット当てた宝石とか、ほんとそれ以外にね輝きが強い宝石とか、ちょっと訳ありの宝石とか、いろんな角度でまた今日もね、楽しんで配信進めさせていただければと思いますので、ぜひ、お付き合いください。よろしくお願いいたします。さあ、それでは1番からいきましょうかね。まず1番目はね、もう早速インクルージョンが素敵な宝石ご紹介させてください。1番は結晶入りクォーツになりますね。はい、クォーツの中に結晶が見えるよーという、結晶を楽しめるよーというね、そんな宝石になりますが、はい、今回ですねご紹介させていただく結晶入りクォーツは、はい、どの子もですねこんな感じでオーバルカット、楕円形のカットの結晶入りのクォーツになります。はい、クォーツなので透明感もあり輝きもある、そんな宝石ですが、一石一石ですねこんな感じ見ていただくと、インクルージョンの入り方がですね本当に個性的で、まあ、中にはですねちょっとこうパープルカラーですね、パープルカラーが色づいてて、ね、インクルージョンを楽しめるよって子がいたりとか、ちょっとこう赤みを感じる子がいたりとか、そんな形で個性がね、ある、結晶入りクォーツご紹介させていただきます。はい、どの結晶入りクォーツが届くかお楽しみなので、今回結晶入りクォーツランダム一石という形でご紹介させていただきたいと思います。はい、毎回ですね結晶入りクォーツはすごく人気が高い宝石なので、今回一発目、ご紹介させていただこうかなと思います。そしてねサイズもねかなりしっかりあるの分かりますかね。サイズの方が約縦が9ミリ、横が7ミリサイズの結晶入りクォーツになります。はい、ということでまず一番最初はですね結晶入りクォーツご紹介になります。金額の方が1200円で34名様限定、どの子もねほんと個性的で、どの子もねインクルージョンすごく素敵なので、ぜひね、気になった方ゲットしてみてください。ということでまず1番は結晶入りクォーツご紹介でした。さあ続いて2番いきましょう。2番目は同じく結晶が入ってる宝石なんですが、ちょっとまたね違った宝石ご紹介してみましょう。2番目はこちらになります。はい、またちょっと違った魅力を持った宝石ご紹介です。カット様々で、四角い子がいたりとか、まん丸の子がいたりとか、涙型の子がいたりとかって感じで、カットが様々になります。はい、2番目の宝石は今度は結晶入りのベリルですね。結晶入りベリルご紹介をさせていただきたいと思います。可愛いですね結晶、わかりますかね。はい、結晶を観察できるよというね、今度はベリルご紹介をさせていただければと思います。で中にはねラッキーな方、こんな感じでちょっとこうキラッと虹色に輝いてくれる子がいたりとか、はい、サイズもちょっと大きめの子入ってたりとかって感じで、はい、大きめの子来たらラッキーだと思います。
乗ってください。どの子が来るかお楽しみですが、どの子もしっかりとベリルの中にね、結晶を観察ができるよっていうね、そんな結晶入りベリルご紹介をさせていただきたいと思います。で、今回ですね、この結晶入りベリルなんですが、一石では終わりません。結晶入りベリルともう二石の宝石がお手元に届きますよ。そんな企画やりたいと思います。サイズの方が一番小さい子で3.6 ミリサイズですね。一番小さい子で 3.6 ミリサイズの子が一番小さくなってきます。はい、金額の方が1650円で35名様限定。これもね、金額帯かなりチャンスなので、ぜひね、結晶入りベリル欲しかったよって方、ゲットしてみてください。そして他2石の宝石は何が入るかお楽しみですが、こちらもぜひね、楽しみにしていてください。はい、2番目は結晶入りベリルプラス2石ご紹介をさせていただきました。さあ、続いてもね、インクルージョンを楽しめちゃう宝石登場しちゃいますが、続いてはこの子ご紹介をしてみようかな。はい、ちょっとお待ちください。はい、続いてはこちらご紹介をさせていただきましょう。この子はね、可愛くて私個人的に大好きな宝石になりますが、じゃあね、登場してもらいましょうかね。登場してくださいということで、ちょっと黒背景の方がね、より可愛さ引き立つんじゃないかな。あー、もう可愛いですね。もうカラーもね、可愛いし、もうこの春にねぴったりのこのピンクカラー、そして透明感と今回のテーマでもあるインクルージョンね、しっかりと楽しめる宝石ご紹介しましょう。3番は皆さん分かりますね。はい、モルガナイトご紹介をしたいと思います。モルガナイトはピンクカラーのベリルモルガナイトになりますが、なんかちょっとこう桜餅感もあって可愛いですね。はい、今回ね、カボションカット、ドーム型のカットで、ラウンドまん丸のまん丸カットって感じですかね。はい、3番はモルガナイトご紹介しましょう。で、今回ねサイズもしっかりあります。サイズの方が約7ミリサイズの、モルガナイトになりますが、今回ね、このモルガナイト実はくじをつけております。なのでご紹介の、商品名で言うとくじ付きモルガナイトというね、形でご紹介をさせていただこうかなと思います。こちらですね、ご注文いただいた方には、ランダムで一石のモルガナイトをご紹介、ご紹介じゃないですね、お届けをさせていただきますが、それだけではなくて、はい、くじがついております。はい、ラッキーな方には実は当たりの宝石も一緒にお届けしちゃうよ、そんな企画やりたいと思います。じゃあどんな企画かというと、はい、まずね、皆さん一石モルガナイトがお手元に届きますよ。そしてくじ付きなので当たりを入れてまして、当たりの方にはなんとこちらの宝石が、届いてしまって二石届く方がいるよというね、そんな企画やりたいと思います。はい、当たりの宝石は実はじゃじゃんということで、あー綺麗ですね。はい、同じくピンクカラーのベリルモルガナイトで、今度はカッティングがされた高品質のモルガナイト、はい、こちら当たりとしてお入れさせていただいております。今回モルガナイトですが、33名様限定でご紹介をさせていただきますが、33名様中1名の方にはこちらのカボションカットのモルガナイトが1石、そしてこちらの当たりのモルガナイトが1石、33名中1名の方は2石のモルガナイトが届いちゃうよ、そんなね、くじ付きのモルガナイト企画やりたいと思います。はい、3番はくじ付きモルガナイト、約7ミリサイズのモルガナイトになります。そして当たりの方は約縦が5ミリ、横4ミリサイズの当たりモルガナイトになります。金額の方が1780円で33名様限定。こんな綺麗なねモルが入ってた方は超ラッキーじゃないでしょうか。ということで、はい、くじ付きのちょっとねワクワク感のあるモルガナイト、ご紹介をさせていただきました。モルガナイトが2石届いちゃう方がいるよっていうね、そんな企画やらせていただきました。さあ続いて、4番いきましょうかね。4番はですね、どんな宝石かというと、こちらもねちょっとインクルージョンがね、とにかく楽しい宝石ご紹介しましょう。それでは登場してくださいということで、
ということで出てきてくれました。はい、こちらですね、はい、ブラックルチルクォーツになります。クォーツの中にルチル、はい、ルチルですね、針状のインクルージョンルチルを観察することができるよというね、ブラックルチルクォーツご紹介をさせていただきたいと思います。はい、で今回のブラックルチルクォーツカットが2種類です。ピアシープカットの子、またはオーバルカット楕円形の子、どちらかのカットの子が お手元に届くよ、そんなね企画になりますが、はい、この子もねインクルードのとにかく楽しめる宝石としても、いつもねご紹介をさせていただいておりますが、今回のブラックルチルはサイズ大きめになります。はい、一番小さい子でも約縦が10ミリサイズなので、かなりサイズ大きめのブラックルチルクォーツになります。はい、で今回ですね、この10ミリアップの、ブラックルチルクォーツが一石お手元に届きますよ。そしてもう一石の宝石が届きますが、もう一石の宝石もインクルージョンをお楽しみいただける、そんな一石が入ります。はい、で今回ですね、このサイズ感のブラックルチルが一石、そしてもう一石の特別なインクルージョン宝石が届いて、この価格で登場って感じで登場してくれるので、価格帯ですね、ぜひご注目いただきたいと思います。金額の方が1980円で47名様限定、これはねめっちゃめちゃチャンスだと思います。なので今回ねかなりお得感あると思うので、商品名の方、インクルージョン特別2石っていう形でご紹介をさせていただきたいと思います。1石はブラックルチルクォーツが入るよ、もう1石は何が来るかお楽しみのインクルージョンを楽しめる特別な1石が届きます。金額変わらず1980円で47名様限定でご紹介をしたいと思います。これは超チャンスじゃないでしょうか。はい、金額帯ね今回かなり力入れております。はい、4番はインクルージョン特別二石になります。さあ続いて5番いきましょう。5番はですね、これはですね面白い企画考えてきました。はい、タイトルからいくと3石確定プラス1石っていうね企画やりたいと思います。はい、名前の通りですね、3石の宝石が確定だよ、そしてもう1石の宝石は何が入るかお楽しみだよっていうね、そんな企画やりたいと思います。それではどんな3石が確定になるのかというところをね今からご紹介をさせていただきたいと思うんですが、そちら今からねご紹介をさせてください。よいしょ、まずは1石目ご紹介しましょう。1石目はこちらになります。はい、イエローカラーがねめちゃめちゃ美しいですね。はい、ラウンドカットのこちらの可愛らしい宝石です。はい、ご紹介します。こちらはですねクリソベリルになります。カラーがとにかく可愛いし、輝きもしっかりとあるよというねクリソベリルになります。はい、クリソベリルっていうとね、あのアレキサントライトも同じくクリソベリルというね鉱物になりますが、はい、アレキサントライトはクリソベリルの中でもカラーチェンジをしてくれるねクリソベリルを、アレキサントライトと言いますが、今回はねイエローカラーが色づいたクリソベリル、まず一石確定で入りますよということでご紹介になります。サイズがね約 3.5 ミリサイズのラウンドカットのクリソベリル、可愛らしくなんかこう上品なね輝きを見せてくれる宝石かなと思います。はい、ということでまず一石目クリソベリルご紹介をさせていただきました。さあ、あと2石ね公開していきますので、こちらもねぜひ楽しみに待っていてください。じゃあちょっと2石目ご用意します。ちょっとだけお待ちください。はい、さあじゃあ2席目ご紹介しましょうかね。これもね個人的にね綺麗だなと思ったので、ちょっと確定宝石にさせていただきました。カラーを見てください。いやー綺麗ですね。はい、はい、続いてですね2席目の確定宝石ご紹介したいと思いますが、ブルーカラーのサファイアですね。もうここから見てもね、ここから見てもってあれなんですけど、画面越しで見てもねこれだけ美しいんですよね。肉眼で見たらもっと美しいんですが、はい、サファイア、2石目確定でお入れしたいなと思います。はい、裏面はねこんな形でカットがされてて、表面がこうつるんとしたカットになっている、四角いカットのねサファイアになります。一番小さい子で 2.3 ミリサイズの子が一番小さくなってますが、カラーがね
とにかく綺麗で輝き方もなんか不思議な輝き方をしてくれるので、これは私ね個人的に好きだなと思ってね、今回確定宝石にさせていただいております。はい、2石目は、はい、ブルーカラーが色づいたサファイア確定にさせていただきます。はい、今回3石確定なので、今ね2石お見せしましたが、もう1石の宝石確定になってきます。もう1石の宝石はどんな宝石が入るかというと、こちらの宝石もよいしょ確定になってきますよということでご紹介をさせてください。はい、3石目の確定宝石はもう皆さん分かったでしょうかね。はい、オーバルカットのスフェーンになりますね。オーバルカットのスフェーンが入りますよということで、これでね3つで揃いましたが、1石目がクリソベリル、2石目がサファイア、3石目がキラッと輝くスフェーンが確定になります。でスフェーンに関しては約縦4ミリ横3ミリサイズ 4×3 というサイズ感のスフェーンになります。カラーがグリーンの子がいたりとか、イエロー系の、ね、子がいたりとか、あとはですねちょっと褐色系の子もいたりとかっていう感じで、スフェーンに関してはどのカラーが来るかお楽しみっていう感じになります。はい、ということで3石出揃いましたが、この3石がまず確定になりますよ。はい、もう1石の宝石は何が入るかお楽しみになりますが、はい、こちらの1石はどんな宝石が入るでしょうかというね、はい、こちらね皆さん楽しみにしていただきたいんですが、はい、3石確定プラス1石になります。金額の方が1980円で65名様限定、はい、1980円で65名様限定の企画になります。この3石も気に入ってくださった方はもうねこれはゲットしていただきたい、そんなねセットになります。3席確定プラス1席企画、1980円で65名様限定でご紹介をさせていただきました。さあ続いて6番いきましょう。6番はねこれもサービス企画やっちゃいたいと思いますが、6番はムーンストーンをお好きな方ね、ぜひねゲットしていただきたい、そんな企画になります。6番はムーンストーンサービス2席という形でご紹介をさせていただきたいと思いますが、はい、こちらですねどんな企画かというと、名前の通りですねムーンストーンが2席入るよっていうねそんな企画になりますが、今からねその2席、公開をさせていただきます。まず1席目はですねこちらのムーンストーンがお手元に届きますよということでご紹介をさせていただきたいと思います。ムーンストーンもねいろんなカラーがあるので、ぜひねそのムーンストーンの魅力に触れていただきたいなということでこの企画ね作ってみました。はい、まず1席目のムーンストーンはピーチカラーのねムーンストーンが入りますよということで、このねキラキラのねこのわかりますか、このラメのような美しい輝きが最高に素敵なね宝石ですが、わかりますかね、このキラキラっていうのが伝わりますかね。このピーチカラーも可愛いし、このキラキラのね輝き方も可愛いよねっていう、そんな宝石になりますが、今回ですね皆さんまず一石ピーチカラーのムーンストーンがお手元に届くよ。カットが3種類あります。まん丸のラウンドカットの子がいたりとか、オーバルの、カボションカットの子がいたりとか、この四角いカボションカットの子がいたりとかって感じで、3種類のカットの中から1種類どの子かがお手元に届きますよ。はい、というね形になります。まず1席目はこのねピーチカラーと輝きがめちゃめちゃ可愛い、はい、ピーチムーンストーンが1席入りますよ。はい、で今回、ムーンストーンサービス2席と言っておりますので、はい、金額ももちろんご注目いただきたいですが、ラインナップも注目いただきたい、そんな企画になっております。もう1席のムーンストーンはどんなムーンストーンが皆さん来ると思いますかね。はい、わからないですよね。はい、わからないでと思いますが、はい、ご紹介をさせていただきたいと思います。あ、ごめんなさい。私、サイズの方をお伝えしてなかったですね。サイズごめんなさい。商品ページの方に記載をさせていただいておりますので、申し訳ございません。そちらでご確認いただければと思います。はい。では、もう一席の、ムーンストーン。どんなムーンストーンが入るかというと、こちらですね、ご紹介をさせてください。このねムーンストーンサービス2席はちょっとね結構ありえない企画かなって感じでご紹介させてください。はい、2席目はホワイトカラーのね、ムーンストーンになりますが、ただのムーンストーンではございません。もう分かっちゃったと思うんですが、こ
こんな感じでね、黒背景で見ていただくとキャッツアイが楽しめるムーンストーンキャッツアイがなんと入ってしまいますよ。しかもサイズしっかりとあります。はい、一番小さい子でも約縦が9ミリサイズなので、かなりねサイズ大きめのムーンストーンキャッツアイがお手元に届きますよということで、今回はい、そうなんです、ピーチムーンストーン、こちらもね大きめです。ピーチムーンストーンが1隻入りますよ。そしてムーンストーンキャッツアイが1隻もう1隻ねお手元に届くよというね、そんな超サービス企画やりたいと思います。金額がねとにかくすごいので、ぜひねこの2隻ピンポイントで欲しかったよって方、今日がその日だと思います。はい、ムーンストーンサービス2隻、金額の方がなんと2380円で61名様限定。これは超サービスなのでちょっとね早い者勝ちになると思いますが、はい、このね2隻のムーンストーンのそれぞれのね魅力の違い触れていただけたら嬉しいなと思います。さあ続いて6番の次は7番ですね。7番ご紹介をさせていただきたいと思いますが、こちらはですねインクルージョンというよりは輝き重視の宝石、お好きな方ぜひね、ご注目いただきたいんですが、7番はですねこちらくじ付きスピネルという形でご紹介させてください。はい、またくじがついてきちゃいますよっていうね、そんなワクワクする、企画ちょっと作ってみました。7番はくじ付きスピネルご紹介したいと思いますが、今回のねスピネルはね品質いいですよ。輝き素晴らしいし、カラーもねめちゃめちゃ綺麗なので、もう品質重視輝き重視の方にとってもおすすめしたいスピネルになります。そして今回のスピネルはサイズ感バッチリあります。オーバルカットのスピネルなんですが、約縦7ミリ、横が5ミリサイズ 7×5 というサイズ感のスピネルになりますが、いやースピネルはねほんと綺麗ですね。私もねスピネルはね非常に好きな宝石の一つですが、なんかこうかっこいい雰囲気も持ってるんだけど上品さもあったり可愛さも持ってたりって感じで、本当にねスピネルはいろんな魅力がある宝石だなぁと思います。でカラーの方がちょっとこうパープル強めの子がいたりとか、気持ちこうグレー寄りの子いますが、どの子が来るかお楽しみっていう感じで、どの子もねクールな雰囲気を持ったスピネルになってきますので、輝き透明感、そしてこのねクールな雰囲気ぜひ楽しんでみてください。で今回ですねくじ付きと言っておりますので、ここでは終わりません。はい、皆さんね、必ずご購入いただいた方には約縦7ミリ横5ミリサイズのスピネルがお手元に届きますよ。そして続きを皆さんに今からねご紹介をさせていただきますが、実はですねもう一隻、実はスピネルが、実は2回言いましたね、はい、実はですねもう一隻スピネルがお手元に届いちゃいます。はい、なので今回ねご購入いただいた方にはスピネルがね2隻必ずお手元に届くよということで、はい、続いてねもう1隻目のスピネルはマーキースカットのスピネルになりますが、こちらカラーが様々です。はい、ピンクの子がいたりとか、ちょっとパープル系の子がいたりとか、ちょっと青みを感じる猫がいたりとか、グレー系の子がいたりとかって感じで、どのカラーのスピネルが来るかお楽しみですが、どの子も、はい、こちらのマーキースカットのスピネルがお手元に届きますよ。はい、サイズの方が一番小さい子で、約縦が 5.8 ミリ、横が 2.8 ミリサイズのスピネルになりますが、カラーによってね、魅力が異なりますので、まあ、どの子が来てもね、美しいスピネルになりますので、このカラーでね、カラーごとに感じられる、はい、魅力をぜひ感じてみてください。ということで、まだ続きがあります。まだ続きがあります。はい。今回9時と言っているので、まあこれね、ランダムでどの子が来るかお楽しみっていうね、ワクワク感の9時と、実は一席当たりを入れておりまして、この子が入った方は大当たりだと思ってください。ちょっとカット違うんですけど、はい。ラウンドカットのレッドスピネルですね。はい、これ入った方は超ラッキー。はい、約縦7ミリ、横5ミリサイズね。最初の、オーバルカットのスピネルがまず1隻入りますよ。そして2隻目は、
マーキーズカットのスピネルが入ります。ただ1名だけにはラウンドカットのレッドスピネルが入る方がいますよということで、くじ付きのスピネルとして今回ご紹介させてください。でこちらのレッドスピネルは、2.9 ミリサイズのレッドスピネルになります。今回35名様限定ですが、35名様中1名の方にはこちらのね、プラス1席の方のねスピネルにレッドスピネルが入っちゃうよ、そんなすごい企画やりたいと思います。スピネル好きの方にはもうたまらないくじかなと思います。はい、金額言ってなかったですね。金額の方が2980円で35名様限定、2980円で35名様限定でご紹介をさせてください。これはね楽しいですね。ワクワクする、そんなねスピネル企画、ご紹介をさせていただきました。35名様限定のスピネルくじになります。さあ続いて8番いきましょう。8番もねこれちょっとね面白い企画作ってきたので、今回ね面白い企画祭りみたいな感じで結構ねいろんな企画ご用意をさせていただいております。8番は、はい、こちらやりましょうかね。カラーの発色が綺麗ですね、この宝石は。はい、続いてこちらの宝石ご紹介させてください。よいしょ。これはね個人的に僕も大好きな宝石で、めちゃめちゃ綺麗で、今回内容かなりお得なのでぜひね、スイスブルートパーズですが、スイスブルートパーズ狙ってた方ぜひゲットしていただきたい、そんなね宝石になります。はい、続いて8番いきましょう。8番はスイスブルートパーズくじやりたいと思います。ちょっとね僕喋りすぎてますね。楽しくなってくると喋りすぎてしまうので、ちょっと、早くいきましょうか。はい、続いてスイスブルートパーズいきますが、はい、どんなくじかと言いますと、まず一席必ずスイスブルートパーズがお手元に届きますよ。でカットが様々なので今回くじとさせていただいております。こんな感じで四角いカットの子がいたりとか、ハートのカットの子がいたりとか、マーキースの子がいたりとか、長四角の子がいたりとか、はい、この三角形の子がいたりとか、こんな感じでつるーんとした子がいたりとか、結構ねいろんなカットの子がいるので、どのカットの子が来るかお楽しみ、そんなねスイスブルートパーズくじやりたいと思います。でこちらのスイスブルートパーズ今回ね結構サイズ大きめです。一番小さい子でも、縦が8ミリサイズ、最小縦で8ミリサイズなのでサイズ感はバッチリあるかなと思います。ランダムでどのカットが来るかお楽しみですが、はい、どの子もねカラーの発色輝き透明がとっても素敵なスイスブルートパーズになります。はい、で今回ねこのくじで、ここでは終わらなくて、スイスブルートパーズが必ず一席お手元に届くよう、そして続きがありまして、続きですね、もう一席実はね皆さんに宝石をお届けしたいなと思ってもう一席宝石つけちゃいました。はい、それではねこちらも、ご紹介させていただくんですけど、もう一席の宝石はこちらも皆さん必ず全員がねお手元に届くよっていう宝石ですが、もう一席実はこちらのイエローカラーのね色づいた上品な、はい、インペリアルトパーズですね。はい、インペリアルトパーズももう一席お手元に届いちゃうよ。こちらのインペリアルトパーズは約縦3ミリ横2ミリサイズ 3×2 のインペリアルトパーズになります。これは嬉しいんじゃないかなと思います。一席目はスイスブルートパーズ、どんなカットが来るかお楽しみですが、今回ね約縦一番小さいことが8ミリあるのでサイズしっかりとあるスイスブルートパーズが一席届きますよ。ちょっと興奮してきましたね。はい、そしてもう一席はインペリアルトパーズが入っちゃいますよということで、はい、スイスブルートパーズくじやりたいと思います。金額にねぜひ皆さんご注目いただきたいと思います。はい、2980円で36名様限定、これはね2席お手元に届く、そしてそのうち1席はインペリアルトパーズが入ってきて、そのうちもう1席はめちゃめちゃ綺麗なスイスブルートパーズが入ってくるという、これはかなり嬉しい企画なのかなと思います。はい、8番はスイスブルートパーズくじご紹介をさせていただきました。さあ急ぎ足と言っていたのにどんどん喋ってますね。はい、どんどん喋ってますが、ちょっと急ぎ足でいきましょうか。はい、続いて9番いきましょう。9番はよいしょ、こちらの宝石ご紹介してみましょう。この宝石ねちょっと訳ありの宝石になります。ちょっとね光を落としましょうかね。よいしょ、
こんな感じ、はい、光を落とすとこんな感じになりますが、はい、皆さんこの宝石何の宝石か分かりますかね。はい、一見ねこうやって見るとあラリマーだって思われた方もいらっしゃると思うんですが、こちらはラリマーではございません。9番はカケアラゴナイトになります、はい、アラゴナイトという宝石ですが、まあ、アラゴナイトっていうと結構イエローカラーの、ね、イメージがあると思うんですけれども、今回ご紹介の、9番、かけアラゴナイトはブルーアラゴナイトになります。ちょっとねこう分かりますか、ちょっとこうラリマーとはねちょっと雰囲気が違うのが少し伝わりますか、質感がちょっと違います。はい、で裏面見ていただくとこんな感じで、ちょっとねこの掛けアラゴナイトですが、本当名前の通り少しこんな感じで掛けがあります。はい、でちょっとガードル部分にもちょっと掛けがあったりって感じで、はい、掛けアラゴナイトとしてご紹介させていただいてます。どの子も四角いアラゴナイトになりますが、どの子が来るかお楽しみでご紹介をさせてください。で今回の掛けアラゴナイトサイズ感もねバッチリあるので、大きめのねアラゴナイト欲しかったよって方ね、ぜひゲットしてみてください。はい、9番掛けアラゴナイト、そして今回ですねアラゴナイトだけではなくてプラス1石おまけご用意をさせていただいております。9番は掛けアラゴナイトプラスおまけ一石、ご紹介をさせていただきたいと思います。金額の方が1580円で28名様限定でご紹介です。1580円で28名様限定、賭けがある分かなり特別な金額にしております。1580円で28名様限定でご紹介をさせていただきたいと思います。ちょっとね今回訳ありの、宝石ご紹介させていただきましたが、10番も同じくちょっとだけ訳ありの宝石ご紹介をさせてください。10番はですね規格漏れの4石というね企画やりたいと思います。はい、この規格漏れのね宝石ってどんな宝石って思われた方もいらっしゃると思いますが、そうですね、あのデザインアトリエかけられて仕入れをした際に、まあ、もちろんね検品作業するんですが、その際にですね、まあ、少しね仕入れた宝石よりもカラーの色が淡かったりとか、気持ちですねカラーが淡かったりとか、あとはちょっとねカットがいびつだったりとか、ちょっとインクルージョン多めだったりとかっていうね、そんな少し訳ありの宝石を規格漏れと言っておりますが、そんな規格漏れの宝石を4石1セットにしてお届けをさせていただきたいなと思います。はい、こちらですね、まあ、訳ありの分ですね、お得な内容になっておりますので、ぜひね、ゲットしていただきたいんですが、例えば、どんな宝石が入るかというと、ちょっと一石だけね、ご紹介させていただこうかなと思うんですが、よいしょ、ちょっとご紹介してみましょうかね。はい、こちらですね、皆さん何の宝石か分かりますかね。はい、ロンドンブルートパーズかなって思われた方もいらっしゃると思うんですが、はい、今回ですね、ロンドンブルートパーズとして仕入れをしたんですが、気持ちから淡めかなっていう子を、今回まず一石お入れをさせていただいてます。で、中にはちょっとね、濃いめの子も入れてるので、濃いめの子来たら普通にね、ロンドンブルートパーズの子が来たらラッキーだと思ってください。まあ、こんな感じで、気持ちこう分けありだけど、その分ね、お得な価格帯で宝石ゲットできちゃうよっていうね、そんな企画をやりたいと思います。はい、こちらのね企画もね、ロンドンブルートパーズは最小 4.8 ミリサイズなので、もうサイズ感もねしっかりとあるロンドンブルートパーズかなと思います。あと3石の規格漏れ宝石はどんな宝石が来るかお楽しみということで、これはねかなりお得感ある企画かなと思います。はい、他3石は何が入るかお楽しみ、1石は規格漏れロンドンブルートパーズが入りますよ、そんな企画になります。はい、規格漏れの4石金額なんと1980円で80名様限定、これはねかなりお得感あるので、ぜひゲットしていただきたい、そんなね、4石セットになります。はい、10番は規格漏れちょっと訳ありのね宝石ご紹介をさせていただきました。さあ続いては11番ご紹介ですが、11番もちょっと訳ありの宝石なんですが、こちらは一点物でご紹介をしたいと思いますが、はい、11番はこちらですね。はい、カラーがめっちゃめちゃ綺麗な、はい、もう皆さん分かりますね。11番はパライバトルマリンになります。カラーの発色、カラーの濃さ申し分ないんですが、ちょっと見ていただくと、ここにねテーブル面に黒いインクルージョンがあるよということで、今回これ特別価格で出しちゃいます。はい、規格漏れのパライバトルマリンご紹介させていただきますが、約縦が 4.0 ミリ横が 3.0 ミリサイズ 0.13 キャラットのめちゃめちゃ綺麗だけどちょっとインクルージョンが強く出てるよ、そんなね、パライバトルマリンになりますので、
今回超特別価格なので、これはもうゲットできた人超ラッキーじゃないかなっていうね、そんなパライバトルマリンになります。11番はパライバトルマリン、こちらは1名様限定の企画になります。はい、11番パライバトルマリン、金額が 17,500 円で1ピースゲット。これ 17,500 円ってもうかなりありえない金額帯なんですが、まあ、少し訳ありの分価格帯がかなり特別になっております。11番はパライバトルマリン 17,500 円で1ピース限定になります。さあ続いて12番いきましょう。12番はですね、こちらも超サービス企画になりますが、はい、ガーネットのね特別企画やりたいと思います。はい、どんな企画か皆さんちょっと楽しみにしていていただきたいんですが、はい、12番ガーネット特別企画やりたいと思います。はい、このカラーのガーネットといえばちょっとねパープルが強く映ってますが、もう少しねグリーンブルーっていう感じのねカラーの宝石になるかな、この宝石は。はい、12番はガーネット特別企画ですが、実はこちらの宝石は、今ね画面に映ってる宝石はベキリーガーネットになります。はい、ベキリーガーネットがまず一石必ず入りますよ。はい、ベキリーガーネットっていうとねベキリーさんのガーネットになりますが、はい、ベキリーさんのねガーネットはね金額皆さんするよねって思いますよね。はい、そうなんです、めちゃめちゃ高い宝石なんですが、ほんと大きいものだとほんと数万円10万円とかね、数万円10万円っておかしいですね、大きいものだと本当にね10万円とか、もう少し小さいものでもやっぱ5万円とか数万円する、そんなね、高価なガーネットになりますが、今回はラウンドカットのねベキリーさんのガーネットをご紹介をさせていただこうかなと思います。でこの、ベキリーガーネットですが、一番小さい子で 2.1 ミリサイズの子が一番小さくなってきます。でこちらのねベキリーガーネットは何が魅力かというと、もちろんね地のカラーもちょっと今ねこのモニター越しだとパープルがかってるんですが、後でね商品ページで見ていただくと、カラーの方がですねブルーグリーンのねすごく美しいカラーなので、地のカラーもめちゃめちゃ美しいんですが、やっぱりねガーネット、こちらのベキリーガーネットはカラーチェンジがねとにかく強く出てくれるガーネットなので、カラーチェンジも楽しめるし、地のカラーも綺麗だし輝きも綺麗だしっていうね、そんなベキリーガーネットの特別企画やりたいと思います。今回ベキリーガーネットが一石必ずお手元に届きますよ。そして他3種類のおまけガーネットがついてきちゃう特別企画やりたいと思います。はい、ベキリーガーネット一石だけでもかなり金額するんですが、実は他3種類のおまけガーネットがついてきちゃうよ、そんな特別な企画やらせてください。金額の方がなんとベキリーガーネットが入って3980円で50名様限定、これは超サービス企画になります。3980円で、50名様限定にてご紹介をさせていただきたいと思います。ベキリーガーネットね本当にしっかり金額する宝石なので、まあ、今回ねこのサイズ感で、ご紹介できるので、この価格帯でねご紹介できますよっていう感じで、さらにねおまけ、3種類のガーネットもついてくるので、このガーネットもね何が入るかお楽しみですが、ぜひ楽しみにしていってください。ガーネット特別企画3980円で50名様限定でご紹介をさせてください。さあ続いて13番いきましょう。ここから後半戦いきましょう。13番もねこれは個人的におすすめですよ。はい、13番はちょっと数が少ないですね、これは9名様限定の企画になりますが、入りきるかな。はい、綺麗ですねこの子もね、この子はインクルージョンが本当に素敵なので、ぜひ皆さんねゆっくりと見ていってください。こんな感じです。ということで、はい、まん丸でねこので高さもしっかりとあるので、もうキャラともしっかりとある、はい、カボションタンザナイトサービス一石企画、こちら一石勝負の宝石になりますが、今ねここに、1,2,3,4,5,6,7,8,9 石の、はい、カボションタンザナイトが並んでおりますが、この中から一石のタンザナイトが必ずお手元に届きますよ。そして今回このサイズ感でこのボリューム感のタンザナイトが一石お手元に届くよということで、金額帯がすごいので、ぜひですねこのタンザ狙ってた方、
ゲットしていただきたいですね。これは、はい、めちゃめちゃ綺麗なタンザナイトなので、大きめのタンザ欲しかったよって方はぜひゲットしてみてください。13番はタンザナイトサービス遺跡。これは本当にサービスかなと思います。3980円で9名様限定、はい、3980円で9名様限定企画ご紹介させていただきました。これはねめちゃめちゃチャンスなので、タンザを好きな方、狙ってた方はぜひゲットしてみてください。さあ続いて14番いきましょう。14番はね、これはもうちょっと在庫処分企画みたいな感じかな。残り11ピースだけ、在庫あったので、こちらもう特別に放出しちゃいましょうということでご紹介させてください。14番は、いやー綺麗ですね。14番はエメラルドになりますが、カボションカットで、こちらのねペアシェイプカットの、エメラルドになりますが、ここにね今11席だけちょっとね在庫残っていたので、こちらも大放出しちゃいましょうということで、どの子が来るかお楽しみね、お楽しみなんですが、年ですがって言っちゃいましたね、ちょっとなまってしまいましたが、お楽しみなんですが、はい、今回サイズしっかりやります。一番小さい子でも約縦7ミリサイズあるエメラルドが必ずこの中から一石お手元に届きますよ。そしてプラスハテナ宝石がお手元に届きますよ。このハテナ宝石は何が来るかお楽しみですが、これはねおまけではないですね。もうおまけレベルではない、はい、宝石が一石入ります。ということでエメラルドプラスハテナ宝石、はい、4980円で11名様限定、これはもう在庫処分企画って感じでご紹介させてください。どのエメラルドが来るかお楽しみですが、これはね超サービス企画になります。4980円で11名様限定でご紹介をさせていただきたいと思います。さあ続いていきましょう。続いては15番いきますが、これはちょっとね皆さん欲しいっていうアイテムじゃないかな。これはね人気が高いと思います。15番はねアイテムご紹介をさせていただこうかなと思いますが、ちょっとね大きすぎて入らないですね。大きすぎてちょっと入りきってないので、ちょっと写真もね出しながらご紹介をさせていただきますが、全体像今ね写真に出させていただきますが、まあ、こんな形でまん丸のねアイテムなんですけれども、穴が 1,2,3,4,5,6,7 つ開いております。でここにですねちょっと溝が掘られているので、宝石を置いて鑑賞できるよ、そんなねアイテムになりますが、これはね非常に可愛いので、皆さんねぜひお好きな宝石を置いていただいてもいいですし、今回ですねこのアイテム、ご紹介をさせていただくんですが、このアイテムと私の方でも7席のね宝石、一緒にお付けさせていただくので、アイテムプラス7席っていう形でご紹介をさせていただきたいと思います。これはかなり人気が高いと思いますので、今回は抽選とさせていただきます。100名様限定の抽選やらせていただきますが、金額の方が3500円で100名様抽選でご紹介をさせてください。でサイズの方がこれがねちょっと全体映りきってないんですが、直径がですね、直径が8センチ、そして、厚みですね、こちらの厚みわかるかな、ここの厚みが、7ミリサイズ、はい、厚みが7ミリ、そして穴ですね、ここ穴が開いてるのわかると思いますが、穴の径が、12ミリっていうねサイズ感のアイテムになります。でちょっとねこちら、皆さんにご承知を聞いただきたいんですが、少しねこちらアイテムこんな感じでわかるかな、ちょっとこんな感じで傷があります。はい、傷があったり気持ちですね、ちょっとねこうへこみも気持ちあるので、まあ、その分ですねアイテムかなりね、お買い求めやすい、金額帯でご紹介をさせていただけてるのかなと思いますので、今回アイテムとプラス7席、こちら何が入るかお楽しみですが、おまけではないですね、この7席は。ぜひね、この7席も、お楽しみいただける7席なので、楽しんでいただきたいんですが、はい、アイテムと7席の宝石をお届けさせていただく、はい、3500円で100名様限定の抽選販売をさせていただきたいと思います。
で、抽選につきましては、明日のですね、応募締め切りの方が明日の12時までとなりますので、100名様限定にはなりますが、ぜひね、気になる方、応募抽選してみてください。このね、鑑賞系のアイテムは本当ね、毎度人気が高くて、なかなかね、ご購入できない方も多いのかなというところで、今回はね、ちょっと公平性を保って抽選でっていう形でご紹介をさせていただければと思います。こちらもね、全体像やちょっと注意書きなどもね、商品ページの方に書かせていただいておりますので、そちらご確認いただけましたら幸いです。ぜひね、この鑑賞用の、アイテム、お好きな宝石を並べたりとか、今回ねお届けさせていただく7石の宝石を並べたり、いろんな形でね楽しんでいただけるのかなと思います。アイテムプラス7石、今回3500円で100名様抽選でご紹介をさせていただきたいと思います。ちょっと大きすぎてごめんなさい。全体像わからないかもしれませんが、こんな感じでね、写真も写させていただきましたが、皆さんわかりましたかね。こんな感じで星も描かれているので、これもねすごく可愛いなって感じでご紹介をさせていただいております。はい、ということでアイテムプラス7席3500円で100名様抽選、これはねかなり人気高いと思うので、ぜひですね、気になる方抽選応募してみてください。さあ、そしたらもう本当に後半戦の後半戦いきたいと思います。ここからはですね、目の保養になる宝石たちご紹介をさせていただきたいと思います。こちら一点物の宝石ご紹介をさせていただきたいと思います。16番は一点物の宝石で、なかなかこれはねご紹介できない宝石なので、今日このタイミングでご紹介になりますということで、はい、16番はエメラルドご紹介をしたいと思います。かなりね、クリーンですね。クリーンと輝きがとっても美しいエメラルドですが、今回のですね、エメラルドは、ただのエメラルドではございません。はい、16番は、ノンオイルエメラルドになります。まあ、エメラルドっていうと、通常ですね、オイルガン浸処理っていう処理がされてるんですけれども、こちらもですね、エメラルドはノンオイル、オイル処理がされていないエメラルドになります。なので、採掘された時からこのカラーだよっていうね、そんな、なんかね、こう、ストーリーもいいなっていうね、そんな、エメラルドをご紹介させてください。ノンオイルエメラルドをご紹介したいと思います。はい、透明感素晴らしいですね。透明感輝き素晴らしい。そしてカラーもね、可愛らしい雰囲気のノンオイルエメラルドになります。で、今回ですね、こちらノンオイルエメラルドは GIA の鑑別書をお付けさせていただきますので、ご購入いただいた方にはこちらのノンオイルエメラルドと GIA の鑑別書一緒にお送りさせていただきます。サイズの方が約縦が 4.7mm、 横が 3.3mm サイズ、0.29 キャラットの16番ノンオイルエメラルドになります。綺麗ですね。はい、16番ノンオイルエメラルド87,000円で1ピース限定、これはね目の保養って感じですね。はい、16番ノンオイルエメラルドをご紹介をさせていただきました。さあ、続いて17番いきましょう。これも目の保養になる宝石、やっぱね宝石好きの方がたくさん集まってくれてるので、なかなかねご紹介できない、お見せできない宝石もね、登場してもらおうかなと思って、今回ねこんな宝石にも遊びに来てもらいました。ということで、はい、こちらの宝石、これねわかりますかね。17番は実はデュモルチェライトの単結晶になりますね。なかなかこれもご紹介できないんですが、まあ、デュモルチェライトインクウォーツってね、皆さん聞いたことあると思いますが、デュモルチェライトの中に、クウォーツの中にデュモルチェライトの結晶をね、伺えるよっていうね、そんなデュモルチェライトインクウォーツって今までもね、何度もご紹介をさせていただいてるんですが、今回はそのね、中にね、入ってるデュモルチェライトのみの単結晶ご紹介をさせてください。デュモルチェライトってね、本当にね、小さい結晶しか取れないので、これだけまず単結晶で取れること自体がすごいんですが、さらに単結晶の中でも今回ですね、約縦 4.7mm、 横が 4.2mm サイズ 0.37 キャラットの
ビッグサイズのデュモルチェライトのタン結晶ゲットできたので、これはねぜひ皆さんにお見せしたいなということで、ちょっと興奮して申し訳ないんですが、いやとにかくすごいんです。はい、そんなねすごいデュモルチェライトのタン結晶、これだけ大きいねデュモルチェライトのタン結晶はなかなか手に入らないので、まあ、興奮しながらご紹介をさせていただいております。これはねもう目の保養というかもう珍しすぎてなかなかねお見せすることができないので、まあ、このタイムで今回ね YouTube 出演してもらってます。特別ゲストって感じでね今回皆さんにお見せしたいなと思います。はい、デュモルチェライトの単結晶 0.37 キャラットの宝石です。こちらもねもちろん、商品ページお作りさせていただいているので、ぜひ狙ってたよって方ゲットしてみてください。デュモルチェライトの単結晶238,000円で1ピースゲット。これはね、この価値がありません。238,000円で1ピースゲット。いやー、綺麗ですね。そしてカラーも綺麗だし、輝きも素晴らしいですね。17番、デュモルチェライトご紹介をさせていただきました。さあこれでラストかな。ラスト18番いきましょう。18番はですね、これ口頭でのご紹介になりますが、春のカラーストーン祭りやりたいと思います。はい、春のカラーストーン祭り、こちらは1ヶ月の納期をいただく、春の宝石パックになりますが、私カズの方が、この1ヶ月かけて仕入れをさせていただいて、これだというね宝石を詰め合わせた、そんなね春のカラーストーン祭りパックご紹介をさせていただきたいと思います。今回ちょっと数に制限があります。100個だけ限定ですが、金額が2980円で100名様限定の春のカラーストーン祭り、出荷の方が、来月の4月11日を、出荷予定をしている、1ヶ月間納期をいただく春のカラーストーン祭りパックご紹介をさせてください。これはですね私の方が、この1ヶ月間ね仕入れをさせていただいて、素敵な宝石たち、たくさんね仕入れをさせていただいて、その宝石たちを詰め合わせた、春のカラーストーン祭りパックになっております。ぜひですねこちら素敵な内容にします。はい、素敵な内容にしますので、気になる方ねぜひゲットしてみてください。春のカラーストーン祭りパック2980円で100名様の限定枠でご紹介をさせてください。はい、ということで18番は春のカラーストーン祭り、まあ祭りと言っておりますので盛大に行きたいと思います。はい、18番はパックご紹介をさせていただきました。はい、ということでね、今日は1番から18番までご紹介をさせていただきましたが、ラストにですね今回のプレゼント応募に必要になってきますクイズに皆さんにね、お答えをいただいて、今日のね配信は最後にしようかなと思います。はい、今回の、プレゼント応募はこちらのクイズに皆さんお答えくださいということで、はい、こちらの宝石の名前を皆さん当ててもらいましょうということで、はい、皆さんにまず見せていきましょうかね。はい、まず輝き見てください。輝きね綺麗ですね。上品な輝きを楽しめることができる宝石かな。はい、透明感もしっかりありますが、皆さんにはこの宝石の正体を当てていただきたいと思います。はい、でも皆さんご安心ください。今回選択式にしておりますので、この2択から選んでください。ただ今回この2択ですね結構難しいかなと思います。はい、それでは選択肢出していきます。この宝石は何でしょうか。 A、B でお答えください。 A、スピネル、 B、サファイア。さあこの宝石はスピネルでしょうか、サファイアでしょうか。ぜひ皆さんね、ちょっと考えていただいて、ご応募いただければと思います。 A がスピネル、 B がサファイア。A、B をですねこの動画の概要欄にあります、プレゼント応募はこちらというねリンクをクリックしていただくとプレゼント応募フォームがあります。そちらの、応募フォームの、中にですね備考欄がございますので、備考欄に答えを書いてください。答えは A または B で書いてください。スピネルだよって思った方は備考欄に A と記載をしてご応募ください。サファイアだよって思った方は、B と記載をしてね、ご応募ください。で、当たった方の中から今回抽選で100名様に宝石プレゼントをさせていただきますので、今回当たった方は、当選の、ね、確率かなり高くなるんじゃないかなと思うので、ぜひね皆さん、まあ、チャット欄でもね相談しながら、A、B どっちだろうってね悩んでみてください。
そしてですね、こちらの、クイズの答えはですね、そしたらどうしようかな、明日の、12時以降にですね、私のツイッターのアカウント、この動画の、ね、概要欄の方に、貼らせていただいておりますが、私のツイッターアカウントにてですね、クイズの答えを発表しますので、ぜひ、ね、そちらでご確認いただけたら幸いです。ツイッターやられてないよって方もウェブ環境があればね、私のツイッターの内容見れると思いますので、ぜひ、ね、そちらで、クイズの答えね、チェックしてみてください。ということで、ラストはクイズやらせていただきました。この宝石は何でしょう？ A スピネル、 B サファイア、さあどっちでしょう？ということで、今日のね配信は終わりにしたいと思います。はい、ということで皆さんね、今日も、遅くまで、配信の方お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。またね、来週も土曜日21時から配信やらせていただきますので、ぜひですね、また来週も一緒に楽しんでいければと思います。それでは皆さん、本日も YouTube 配信のご視聴本当にありがとうございました。それではありがとうございました。さようなら、ありがとうございました。